なのでそこの奪うっていうところはうまくいってるんで、次はそこから繋いだ後だったり、相手がちょっと日本の上位互換みたいなチームだったのが、はい、モロッコだと思ってたんですよ、はい、僕フィジカル的には日本より全然上じゃないかなと思いますよ、ね、どちらかといえばの、 あのサイズ感だったり、うん、ぶつかり合い、まあ、ここのボランチが僕近いなと思ったんですよ日本と、うん、あ、はい、皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。サガライ TV 編集長の白鳥です。今回は新年の幕開けにふさわしいゲスト、元日本代表の橋本秀夫さんをお招きして、ミッドフィルダー視点で語るジャパン進化論という企画をやっていきたいと思います。橋本さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本さん、カタールで、はいはい、ワールドカップ8試合ですか？はい、見させていただきました。どうでした？いや、もう街がやっぱり完全にワールドカップ用になったんで、もう建物もその代表選手の何ですかね、ビジョンというか貼られてたりとか、はい、ああ、はい、もうそういうのがバーって至り尽くせりだったんで、はい、本当に楽しかったです。うん、過去の大会と違って、はい、どっかに拠点を置けば、はい、ね、いろんな試合を見れる、ね、そうですね。だから僕ドイツ戦、日本対ドイツ戦の後夜、はい、ベルギーカナダの試合をダブルヘッダーで見に行ったりとかできましたから、はい、いいですね、はいはい、それはもう他の大会だとね、やっぱり違うグループリーグだと違う地域になってしまうんで、はい、できなかったことを今回できたんで、すごいいい体験をさせてもらいました。羨ましいです。はい、はい、で今回は、まあ、ちょっと日本代表の今後をちょっと占っていただきたいんですが、はい、まず、カタールワールドカップでの日本代表戦いぶり、はい、まあ、結果だけ見ますと、ちょっとベスト8以上という目標は達成できませんでしたが、うん、はい、まあ、一方で優勝経験国のドイツ、スペインには倒すというインパクトは残しました、うん、はい、そのあたりも含め橋本さんはどうご覧になられたでしょうか？やっぱインパクトはすごかったと思いますね、はい、特に初戦でドイツはこう、まあ、尻上がりなチームだとは思うんですけど、はい、そこで勝つっていうことで、うん、まあ、衝撃を与えてくれましたし、はい、で予選突破かかったスペイン戦でもまた勝つっていう、うん、でクロアチア戦はクロアチア戦で可能性が最後の最後まで残してくれたっていうことで、やっぱり前には進んでってるなっていう、うん、日本サッカーがその世界のトレンドというか、どん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 先を行ってる、差が開いてるって思われがちだったんですけど、そこまで開いてることはなかったんだなっていうことを今回実感できましたね。その今おっしゃられたこの前に進んでるっていう部分を少し細かく聞いていきたいんですけれども、はいはいはい、どうでしょう、その前に進んでる根拠は何になりますでしょうか？まず、戦う中でしっかり勝負はできるようになったっていう、うん、まあ、ちょっと博打的な要素はあったんですけど、結果的に勝つっていうところで言うと、はい、ただまあ、個の能力で完全に全員が劣るかって言ったら、勝てるポイントが以前より多くなったんじゃないかなって、はい、まあ、三笘選手とか間違いなくもう1対1の形を作ってあげれば勝てるし、まあ、冨安選手が出てきたらそこは突破されなくなるだろうとか、そういうポイントがちょっとあからさまにこう見えてくる、遠藤航選手が1対1になったら潰してくれる、だからこそカウンターに出れるとか、そういうポイントがこう僕らが見てる側でも分かる点は増えたんじゃないかなって思いましたね、うん、なるほど。逆にここ足りないというか、まだこう世界と比較した時に少し足りないかなと思う部分はどのあたりでしたでしょうか？決定機の回数としてはやっぱり少なかったかなと。ただ精度というか、なった時に仕留めるっていうことで言うと結構な確率で点が取れてたんで、その点はいい方向にいってるのかなと思うんですけど、これからやっぱりそこでベスト8とか上を目指していく中で考えていくと、チャンスの回数だったり、まあコスタリカ戦のように守ってきた相手にちゃんとチャンスを作れるかって言ったり、あとはミドルシュートでペナの外から取れるかとか、あとはセットプレーの可能性がもっと高くなるのかとか、多分問題点やっぱりそう見ていくといろいろあるのかなと思います、うん、はい、だからやはりドイツスペイン戦は明らかに日本の方がポゼッション率は低い、はい、一方でコスタリカ戦とクロアチア戦はある程度やっぱ日本がボールを保持できる、はい、保持できない方が勝てて、はい、
保持できる試合をちょっとこう勝ててないっていう、うん、はい、一応これ偶然では片付けられない事象なのかなと思っているんですが、そうですね、はい、まあ、でもこうここにボードあるようにメンバー構成的にポゼッション寄りではなかったっていうことは多分皆さんが感じた、まあ、特に前線ですよね、前線の選手がポゼッション寄りで攻撃の起点になってしかもスルーパスを出すっていうタイプがいるかといったらそういうのじゃなく、で仕留めるタイプは逆にもしかしたら上田選手とか町野選手はいたかもしれないけど、でもそこでそんなに起用されなかったし、そこを形作るところでじゃあ作れる選手がいっぱいいたかっていったらそういう状態でもなかったっていうのもあったと思います、今回に関して言うと。でやはりそういうそのチームを戦うコンセプトがやっぱりカウンター寄りのチームだったっていう解釈ですよね、はいはい、だそれで言うとこう中盤の上がり目も守備をしないといけなかったはずなんですけど、ちょっとそこがうまくいってなかった、まあ次のステップで考えていくとここはもしかしたら大事なところかもしれないですね、まあ、特に強豪校で上のチームになってる、まあ優勝したアルゼンチンとかも中盤でメッシがね守備しなくてもその分する選手が1枚だけじゃなくて2枚、うん、3枚4枚って出てくる、でフォワードのパートナーでももう守備をするっていうような、うん、そういう要素が強かったんで、やっぱ日本がそこに向かっていくっていう意味で言うと1枚が抜けたとしてもあと全員がその強度という意味では高いところでやっぱやらないとちょっと難しいんじゃないかなって思いましたね、今やっぱり橋本さんおっしゃった通り、はい、フランスアルゼンチンは、はい、メッシー選手じゃないし、はい、エムバペ選手が守備をしなくても、はい、残りの人選手で守り、はい、攻撃面ではその2人がとてつもない違いをもう出していた、これはね本当に日本代表とのちょっと違いと言えるかもしれないですね、はいはい、ただまあああいうなんですかね、あそこまで世界の中でも上のレベルが日本で出てくるかどうかっていったらまだ分からないじゃないですか、うん、はい、じゃあやっぱあの方法じゃないので日本は目指さないといけない部分はあると思います、はい、そこも踏まえて、はい、今後やっぱり日本代表が、はい、どうこう進化していくべきか、はいはい、どうその辺はミッドフィルダー視点でこう提言できることはありますでしょうか、はい、今、まあ、ボランチは僕案外安定してきてるんじゃないかなと思うんですよね、はい、でまあ、この形だとちょっとウイングバックになっちゃってるんですけど、はい、まあ、サイドハーフだったりこの上がり目のゾーンがいかに守備ができて攻撃がクオリティを保てるかっていうのが結果的にはもう日本がワールドランク上にっていうところで言うと大事になってくるかなって、まあ、堂安選手はねやっぱ点を取ってくれたっていうところはすごい大きかったんですよね、はい、だから前線のフォワードに近いプレーをしてくれた、ただこうずっとコスタリカ戦でスタート出た時にちょっとこうつなぐだったり自分じゃなくて周りを生かすとか、なんかこう構成するっていう時にあまりこううまくはまらなかったりもしたり、あとはこう守備重視になった時にもうちょっとその攻撃の良さが消えてしまう時間も結構あったんで、まあそこがもうワンランクここが上がってくるとやっぱ違うんじゃないかなって、まあ鎌田選手もね攻撃だけの形になると良さが発揮できるはずだったと思うんですよ、うん、ワールドカップでも、はい、ただあれだけ押し込まれて守備で追わないといけない、その中でじゃあ自分のリズムじゃない、うん、ってなった時にちょっとやっぱり良さは消えたのかなっていうのをすごい感じましたね、うん、そうですね、久保選手も含め、はい、ここの、まあ、いわゆるこう2列目のミッドフィルダー鎌田選手、はい、久保選手はやはりちょっと守備に追われて強さが、ね、はい、こう攻撃力を発揮できなかったという見方は本当できましたよね、はい、であと守備から攻撃に変わった瞬間にいいポジショニングからスタートしてないんですよね、うん、だからボールをつけられてもいい状態じゃないのが多かったんですよ、その分簡単に奪われてしまう、はい、だそこがもしかしたらメッシだったらキープできちゃうから、うん、そのやり方でもよかったけど、日本はじゃあそこでちょっとまた違う発想を持って一人でキープするんじゃなくてすぐサポート行くとか、うん、三角形を作るとか、うん、パス交換で剥がして逆に持っていくとか、うん、できてる時は大体この低い位置でそれで変えれてるんですよね、うん、それがちょっと高い位置でできるようになると、うん、展開はだいぶ変わるんじゃないかなって思いますね。そうなるとやはりこう中盤での、はい、まあ、トランジションというところはやっぱり重要なポイントになって、そうですね、ボランチの2人がそれが、まあ、2人っていうか、まあ、今回出られた、まあ、田中碧選手も含めてそこはすごいスムーズやったんですよね、うんうん、だからこそ前の選手が
うまくいった時はやっぱ力を発揮できた、はい、でやっぱ元気な選手を使った瞬間に成功したっていうところがあったと思うんですよね、うんはい、なのでそこの奪うっていうところはうまくいってるんで、次はそこからつないだ後だったり相手がちょっとしっかり守った瞬間にじゃあどうするかっていうところは、もしかしてそこにはそこまで時間を割いてなかったんじゃないかなって、うんまあ、トレーニングでやっぱりこう取捨選択はしないといけないと思うんで、選んだ中で前線からの守備で高い位置で相手が守備バランスを取ってない時に攻めるっていうことをトレーニング重視したんじゃないかなって、あ、はい、だからこそその時のパターンというかスムーズさはあったと思うんですよね、はい、逆にコスタリカ戦のようなとかクロアチア戦でちゃんと守れた時にちょっと手詰まり感が出てしまう、まあ、ただセットプレーからね、1点取れたのは大きかったと思うんですけど、はい、まあ、そのあたりは、うん、あったかなって、まあ、ここの前の選手の、まあ、本当鎌田選手がそういう意味では期待されたと思うんですけど、はい、難しかったところはありましたね今回は。そうなんですね、森保監督、鎌田選手はね、はい、もう4試合すべて先発してましたから、はい、そこには期待の大きさは本当現れてたんですけどね、はい、まあ、どうしても守備の時間と前から彼としては来てほしかった、うん、でもこのこうバランスだったり相手の強弱があると思うんですよね、はい、回し方にしろ、うん、でやっぱそういうところでうまく噛み合わなかった部分はあったかなって思いましたね、うん、あとやはりこの三笘選手、はい、その1対1で勝負できる選手が出てきたということもおっしゃられてましたが、はいはい、こういう選手が2人3人とやっぱ増えてきてほしいですよね、はい、そうですね。あと三笘選手ってこのゾーンになっちゃうんですよ ね、 そうですね。例えば、うん、ここでできるかって言ったら多分わからないじゃないですか、はい、このラインだからってなるじゃないですか。逆に久保選手の方がここでもいけるし、うん、ここでもいけるしここでもいけるしっていう選手だと思うんですよ、うんはい、でもその中で一人になったらやっぱ三笘選手の一人の方がやっぱ強いんですよね、うん、だから彼の場合はもしかしたら連携でサポートがあることでパスの選択肢もドリブルの選択肢もいい判断ができてできるプレイヤーなんで、逆に言うと周りにこういたら出したいために出す、うん、でもらって出すふりして入っていくっていうことができるんで、うんうん、多分久保選手とかはもう今度はそこで最後のフィニッシュで堂安選手と一緒でね、あ、点がしっかり取れる選手に変わるともう全然ステージがまた1個上に上がるんじゃないかなって思いますけどね、うん、はい、だからそのやはり複数こう個人で打開できるチームが、はい、まあ、いわゆるこう日本の上位互換みたいなチームだったのが、はい、モロッコだと思ってたんですよ、はい、やはりこのカウンターに切り替わるときに、はい、切り替わるときに誰か特定の個ではなく、はい、結構前線複数人ここで立ち上がれる選手がいたのは、ね、やっぱ相当大きかったのかなと思うんですけど、そうですね、ちょっとモロッコすごい上がってくるんですけど、僕フィジカル的には日本より全然上じゃないかなと思いますよ、ね、あ、そう、なるほど、はい、はい、どちらかといえばアルゼンチン の、 あのサイズ感だったり、うん、はいはい、ぶつかり合い、まあ、ここのボランチが僕近いなと思ったんですけど日本と、うん、 あ、 はい、あのサイズ、フランスのああいう、まあ、サイズ感に対してもちっちゃいけど競り勝ってたんですよね、勝ってましたね、はい、はい、でそういう部分でもしかしたら日本はそっちの要素とあとは運動量だったり、うん、技術面での自信を持ってできるかかなって僕は。だメキシコとかアルゼンチンとかどちらかそっち寄りの方が今のこの、まあ、今回の代表選手でいうと近しいんかなとは思いました。モロッコのあのクロスからヘディングとかあれはちょっと日本人にやれって言われて、で88センチとかの選手があれをやるんで、はい、じゃあいるかって言ったら、まあ、今回もですけどなかなか出てきてないですよね。そうですね、はい、90あっても、はい、あの高さを飛べる選手っていうのは逆にいないっていうのもあるんで、ちょっと身体的な要素としては僕はちょっと試合見てる中でそういう話が出てきてましたけど、はい、あのこうグッて伸びるドリブルとかもあったんで、うん、ちょっと違うかなって、はい、ちょっと僕はフランス寄りかなって思っちゃいましたね。あ、なるほど、はい、はい、あのフランスとの試合とか見てても、うん、もうガッシャガシャしながらでも突破していく、はい、なんかこうパスの精度とかもすごい高い感じじゃないけどちゃんと止めて次に出す、でも次に出すボールもそんないいボールじゃなかった、うん、で僕フランス対アルゼンチンを見ててもフランスは変わらずそのスタイルだったんですよね。そうですね、はい、アルゼンチンはやっぱ丁寧なボールが入るんですよね、うん、だから次の選手がスムーズなんですよ、うん、だそこの差はどっちかというと日本はそのフランス側で行くんではなくてアルゼンチン側で
プレースタイルとしては進んでいった方がいいんじゃないかな、うん、であとはやっぱ運動量だったり守備の強度でそこでガッっていうところで何人かで奪うとか、はい、そういう部分は大事かなって、うん、まあ、アルゼンチンはあの前半とかボックスの中に相手を入れさせない守備っていうのもしてましたし、まあ、そういうちょっと引くんじゃなくて日本が結局いいディフェンスやってる時って出てってるんですよね、うん、はい、まあ、ちょうど岡田さんも、うん、あの解説でおっしゃってましたけどビビって引いた時はうまくいってないと、出てってリスクあるけど行った時の方が相手が嫌がってる、うん、だからやっぱそこの要素はすごい大事じゃないかなって思いましたね、うん、まあ、ただアルゼンチンはその技術に加えて、はい、やっぱりもう折れない心、はい、要するにこう追いつかれても、はい、そこから崩れないのが今大会の特徴だったなと思って、このやっぱメンタルってサッカーにおいて改めて重要だということを示してくれたチームがあったのかなと思うんですよね、はい、どうしたこの日本のチームそういう、いや僕メンタリティはだいぶ追いついてきてると思いますけどね、うん、やっぱり 0-1 でも OK で、あそこからやっぱり、はい、スペイン戦ドイツ戦逆転で、そうです、うん、いやもうそれからはもう明らかに強くなってると思いますけどね、うん、まあ、ただ今後この4年後を考える上で、はい、またこのアジア予選があるじゃないですか、はい、でこのアジア予選がまたちょっとワールドカップ本大会とはちょっと、ね、また別のステージじゃないですか、そうですね、戦い方が変わりますからね、はい、この前いわゆるギャップができてしまうことについてはどうお考えですか。まあでもコスタリカ戦で崩せなかったトレーニングはアジア予選でできるんじゃないかなという発想は取れると思うんですよね、うん、であとは親善試合だったりで強豪国とやっていければ、あとはもう今海外でやってるので基本そのトップリーグプレミアリーグでやってたりとかすればもうそっちで十分そういうところの中盤での戦い方だったりポゼッションだったり経験できてると思うんですよね、うん、で、まあ、富安選手とかアーセナルでちょっとチームとして優位性がある、だから自分らがポゼッションする側なんで相手が守る相手に対して攻めることが多いかもしれないですけど、あと他はだいたい攻められること、自分らが守る時間だったりそっちが多い、しかもレベルの高いところでやってるんで、そんなに気にしなくてもいいのかもしれないですね、うん、堂安選手あたりは、はい、そのクロアチア戦負けた後、はい、まあ、鎌田選手もそうですけど、やっぱりこう今後は個のクオリティをより高めていかないとということを結構言ってましたけど、はいはい、橋本さんはその辺はどう考えますか。でももう本田圭佑も以前からずっと言ってますし、うん、はい、多分ここのステージに行ったら思ってしまうんじゃないですか。僕はだからそこまでワールドカップに行けてないので、うん、そこの経験としてはすごい少ないんですよね、うん、で彼らがやっぱ実体験で言ってる言葉なんで、はい、もう間違いなくそれはその個のレベルっていうのが上がって11人になってもう一個上のステージに行けるっていう発想だと思いますね。あ、なるほど。逆に富安選手なんかは、はい、やはりプレミアでやってると、はい、大会中こうよくあのディフェンスで止めたねっていう質問を受けても、はい、まあ、プレミアでやってれば、はい、普通ですみたいな、はい、コメントもできる。そうですよね、はい、やっぱこの普段日常の中に何があるかがやっぱ極めて重要だと思います、ね、はい、今回ワールドカップ現地で見て応援がすごいんですよ、うん、まあ、今日本はまだマスクでもう向こうはもう一切ない、でそれがもうヨーロッパスタンダードになっちゃってるんで、うん、その観客が入ってる中でみんな戦ってるんですよね、はい、で、まあ、向こうの方がもっと殺伐とした、うん、今回ワールドカップはちょっとお祭りの要素も強かったんでその要素はちょっとマシだったと思うんですけど、うん、国内リーグでみんなやってるところで言うともっとぶつかり合いのところは強いと思うんですよね、うん、批判も多いでしょうし、だその中でやってることはワールドカップに来てなんか特別感あるかって言ったらそれ背負ってるクラブが変わって日本に変わるっていうところだと思うんですよね、はい、だからその発想に富安選手はなってたんじゃないかな、うん、だそのマインドって J リーグでも持てたらいいんですけどね、うん、個人的には J リーグがやっぱそのステージになっていや海外じゃないとって言われないように、まあ、谷内選手がね今回あれだけ僕活躍してくれたらめちゃくちゃ嬉しかったですよね、はいはい、もうしかも3試合目からとか1戦目2戦目出てなくて、うん、でこれ負けたら終わりだよっていう試合でスタートで最終ラインですぐ失点して、うん、でもその後崩れないんですからね、ちょっと嬉しかったです、
や谷口選手のパフォーマンスは本当良かったですよね。はい、うん、良かったです本当に。なんか J リーガーにこう希望を与えるパフォーマンスだったなと本当に思いました。はいはい、なのでその J リーグがダメとかっていうことはないっていうことはこれを見ていただいている J リーガーにも思ってもらいたいなと、はい、ただ日本代表っていうのの対戦相手は外国人だっていうところだけは大きな問題かもしれないですよね。 J リーグでやるときは日本人が相手なんで、やっぱ外国籍の相手にどう日本人が対応できるかっていうところはやっぱ海外でやるともう基本が全て国籍の違う相手とやることになるんで、そこの積み重ねの経験の差は大きいのかなと思いますけどね。どうでしょう、 こうキーパーも含めて、はい、やっぱこうどこかこうポジション別で見ていくと、はい、ここ強化した方がいいなとかそういうのはありますか？あ、もうでも僕伝えさせていただいたここと、うん、ここですね。あ、やはりそこに、ここはちょっと難しいですけどね、いろいろ問題がどうしても、日本国内でも外国籍の選手が入ってきて育ちにくい、まあ、キーパーもだと思うんですけど育ちにくい環境にはなってしまうので、はい、ただでもそこの競争のレベルは逆に言うと外国籍の選手と競い合うんで高まりやすいとは思いますね、はい、で海外に行ったら今度助っ人でしかも同じように日本国内に外国籍が入ってくるのと一緒の扱いで活躍しないといけないんで、はい、そのプレッシャーも感じれてるはずなんで伸びれる要素はすごい多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうしてもこうチーム構成をしていく中で、まあ、今回は前田大然選手と浅野選手が前線の守備っていうところで採用されたと思うんですよね、うん、はい、そのプラス点取れたらいいかなっていうふうにはどうしても映ってしまったところもあると思うんですよ、はい、だそれがワンステージ上がるってなったら基本的には点取るがベース取ってくれる人ベースでプラスアルファ守備してもらうとかだったらちょっと変わると思うんですけどね、はい、うん、で森保監督の続投が決定しました、はい、今後、森保監督にやっぱ求められるタスクというのは、うん、どうでしょうか。そうですね、今のやり方がある程度こう組み合わせだったり個の判断にちょっと依存してたと思うんですよね、まあ、今回ワールドカップでフォーメーションを4枚から3枚に変えるとか、はい、そういう変化で依存している部分をちょっと打開したというか、うん、変えた部分はあったと思うんですけど、今までがずっとそのこいつとこいつ組み合わせたらうまくいくよねって、まあここ2人とか、うん、まあ、オリンピックもあったんで、はい、うまくいくよねとか、うん、だからその組み合わせで成功例ができちゃってたんで、そのあたりがチームとしてのコンセプトというかその攻撃の形の中で個性を出してもらうっていうのが今後上積みとして出来出すと変わるんじゃないかなと、うん、特にその押し込んだ展開になった時にここはつなごうとしてる、うん、中はまあ、変なし上田選手いるのに町野選手中で待ってるのにここでワンツーしてとかやってる、こっちで中は中でゴール前で駆け引きしてるみたいな、ちょっとそれはまた違うんじゃないってなるんで、じゃあやっぱそこの統一感がある中で駆け引きしてるけどパッてもらいに行って崩してこっちの大外から入ってきてグラウンダーのクロスで点取るとか、なんかそういうのが共通理解というかクラブというか日本代表としての戦い方として攻撃のそういう状況だったらこうしようっていうのがもうちょっとあるとステップアップはしやすいんじゃないかなって思いますけどね。今回カタールワールドカップに挑んだメンバーでは、はい、やはり東京のメンバーがだいぶこうエントリーされている、はい、次もどうなんでしょう、やっぱり五輪の監督とやっぱこの A 代表監督、はい、兼任っていうところはどう見てますか。兼任させますかね兼任はでもしないんじゃないかなと、大家さんが、ね、そのまま行くんじゃないかなと思うんですけど、そこの連携がある程度取れれば、うん、まあでも本当日本の、まあ、一時ジャパンズウェイって言われたんですけど、はい、うん、まあ、そういう自分たちがどういう方向性で動いていくか、まあ、アルゼンチンはこういうサッカーだよとかそういう流れのサッカーが日本でできてくれば、監督が別に兼任じゃなくても同じ流れなんで全然 A 代表にこうスムーズに入っていけるんじゃないかなと思うんで、はい、その辺のコンセプトの整理、まあ、日本人らしいサッカーとか言われますけど、その辺が僕ら見る側もですけど納得できるものをなんかこううまく表現してもらえたらいいなって、なんかどうしても日本はポゼッションでなんかつないでうまくいって決めてほしいみたいな、内容もみたいな求めちゃうんですけど、
勝つっていう要素で考えていったら、結局相手が強豪になったら守って勝ってもやったーってみんな喜べるわけなんで、じゃあもうそれを追求していってもいいんじゃないっていうのも思いますし、でもそれだったら日本の将来がないっていうんであれば、やっぱその方向性のままやり続けないといけない部分、まあそういう相手でももう前から行ってリスクを冒してやられるかもしれないけど、それをずっとやり続けることで、もしかしたら次の大会でベスト16に行けないかもしれないけど、それを8年間とかって見たらベスト8、4ってポンポンっていける可能性に広がったりとか、そのあたりは本当 J リーグもですけど、日本サッカー協会も方向性のところは大事になるんじゃないかなって思います。橋本さん、興味深いお話本当ありがとうございました。はい、あの次回の企画では、はい、橋本さんにあの4年後の日本代表について、うん、はい、あのこれから注目すべき選手などを、はい、挙げていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではあの今回の配信はこのあたりで失礼させていただきます。皆さん、橋本さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さんありがとうございます。